どうも、こんにちは。今回は、先日制作した自作 PC の、ハードディスクの方を紹介したいと思います。今回使用するツールは、以前の動画でもご紹介しました、クリスタルディスクインフォという、ツールを使います。こちらが、新しく制作した自作 PC の、詳細になります。メーカーはサムソンですね。容量は 500GB です。500.1GB というかなりなんか微妙な容量になってますが、500GB です。はい。はい。ファームウェア、CR ナンバーは別にどうでもいいです。インターフェースは CRADA ですね。変装モードは300GBPS かなんかの、CRADA2 に対応しています。ドライブレターは C と D ということは、これはパーティションを C ドライブと D ドライブに2つに分けてあるからですね。はい。対応規格も、対応機能も別にいいですね。まあ、こんな感じです。バッファサイズ、16384KB ですね。よくわかりませんね。NV キャッシュサイズはわかりません。回転サイズ不明。ちなみにこれはほんと5400回転ですね。はい。まあ、長持ちと省電力を、まあ、目指して、まあ、7200ではなく5400を買いました。ちなみに電源投入回数は17回。使用時間はまだ25時間と少ないです。ちなみに前の PC は1000時間を超えてました。はい。まあ、6年も使ってますからね。前の PC は。ここですね。健康状態は正常。温度は32度と、まあ、いい感じですね。はい。他には特に、ないですね。うん。まあ、こんな感じですね。はい。まあ、今回は、クリスタルディスクインフォの方で、新しい自作 PC の方の、ハードディスクの詳細を、紹介しました。はい、それではさよなら。